どうもお疲れ様です今ね毛染めでね自分で髪の毛染めてみたんですよちょっとアンバランスな気がしませんかでも髪の毛黒くなりましたよねやっぱね床屋さんで染めると自然に染まるんですよねやっぱ立派だなと思いますすごいなと思いますちょっと私が染めるとねわざとらしいんですよね真っ黒黒とねちょっと白が残ってるところとうんやっぱプロがやってみると うん私みたいなものは全然叶わないですね、えー。ということでね切り板のことでちょっとお伝えしましたけどもこれもね雑談というかこぼれ話というかあるあるなんですけどもよく初心者の方でトレードをしながらねよしここだエントリーって言ったら倍だと思ってエントリーしたらエントリーした瞬間に逆方向に流れるってことあるじゃないですかでまるでね自分に対して嫌がらせを神様とかあの FX の死神がやってるような気がするんですよまさにね自分のトレードを後ろから見ていてい バイでエントリーしたら反対側に動いてセルでエントリーしたら反対側に動いてみたいな感じでもう意地悪をしてるとしか思えないみたいなねそんなトレードを経験したことがある人私も含めてね結構いらっしゃると思うんですけどもあれはね実は本当にそうなんですよというのがやっぱ今日切り板の話題いたしましたけども初心者の方って大体マス目の切り板とかそれから指導者がいる場合は切り板というところで指導するしかないんですよこれは ね、例えば135円の300とか135円の310とかっていうふうに切り板とか5番の目でこう指示しないとこれはもう最初はしょうがないんですよ伝わらない伝わりにくいんでだからその数字を切り板を用いるんですけどもそうなるとねそういうことを経験して上級者になった方っていうのは例えば135円の310で、えー、こういったね初心者の方とか指導する人が切り板ってものを使うなと思ったらちょっと前でね驚愕の資金をボンと動かすんですよ そうすると、さあ、ここに来たら、理確するぞって言った瞬間に逆の方向に動いたりとかね。さあ、多くの初心者の方がここでエントリーするだろうなと思ったら、あの、資金を持ってる人は、連絡を取ってるわけでもないのに、あ、えー、の、他の資金を持ってるね、大型投資家さんと同じポイントでね、<laughs> あの決済したりとかするんですよ。だから反対側に動いて、わーわ、初心者の方がね、びっくりして、なんだこれはとかになるんですよね。でも、それ本当にあるんですよ。見てないけども、実際にチャートを通じて、世界中の人が繋がってますからね。ですんで、 このチャートを見る目が養われていくとそこにね数万人とか数億人分のククリッががされるる瞬間ってていのがなんか見えてくるらしいです私はそんなにね毎回毎回見えるほどじゃないんですけどもああこういうことなんだろうなっていうのをたまに感じますね、まあ、でもあえて今ではね切り板でお話ししますけどもたまにね切り板の直前でこうやって展開していくんですよってことも お話しますけどもだから基本的にはね私もそうですけどもキリ板でお伝えしていくしかないんですよ実際切バ板以外を用いるとものすごいややこしいんででもデモトレードを離れて少額トレードに行った時にキリ板から キーワンからちょっと半歩前とかね、一歩前みたいな感じの判断っていうのが、やっぱ求められるところはね、これからもたまにお伝えしていきますので、まあ、心に留めといてください。はい。ということでね、あの、実際にテクニカルトレードっていうのは、それを丸暗記しただけでは、なかなか運用にくぎつかないんで、こういった細かいところをね、やっぱり指導を受けていくっていうのは非常に大事だということが分かったんではないかろうかと思います。あの、こうやってね、毎回毎回、そのトレードをした後に、あの、シートを送っていただいて、それに対して添削したら、ま,あ、まとめてらっしゃるじゃないですか。こういうふうにね、 教科書にはないんだけども指導した人がその都度その都度ここはこういうとこ気をつけてるんですよっていうのがだんだんだん積み重なっていってそれが印象に残っていくのがこのやり取りのミソなんですよそうすると実力が少しずつ少しずつ薄い紙を積み重ねるようにあの積み上がっていってこんな太いね破れないような破れなないような強いものができていくってことなんですよ、うん、だからこれねこのやり取り本当に素晴らしいなと思ってますねあのこれからもねあの私のことをお構いなしにどんどん 送っていただければと思います。まだまだ私はね余裕がありますんで大丈夫です。よっ,っしゃい。